でも卒業した後に、まあもうタレントじゃないですか。タレントになると別になんか恋愛自体は別にもうそんな悪いことではないじゃないですか。なんか AKB 時代はその恋愛しない方がいいよねみたいなルール的なのがあるないみたいな論争ありますけど、ちょっとでもそれでもやっぱり恋愛バレない方がいいよねみたいな感じなんですか、芸能人としては。なんか、今までの、そうですね、元アイドルの常識的にもわざわざ自分から彼氏いますって言ってる子は見ないですけど、私の場合は、なんかバレちゃったんで、バレちゃったっていうか、はいはい、普通に、週刊誌オンラインでバレたので、そっからは、なんかあんまり隠してないです。めちゃ普通に、歩いたりして、彼氏いますって感じで歩いてますね。あ、それすると何の問題もなく普通に2人で飯食いに行くのも OK。 はい、だからそれが本当に、あ、こんな感じなんだと思いました。なんか、じゃあ見た目でも別にデメリットそんなにないってことですか。彼氏いますって言って、はい、ああいるんだへえで終わりなんですか。そうですね、アイドルやめたらまあ別に口出せないよねってみたいな空気かな。あ、でもやっぱ昔から応援した人でショックだなって思って押すのやめちゃった人とかも感じます。やっぱ離れていった人もいるなっていう感じはあるんですけど、はいはい、まあでもそれいつか離れてもらわないときついっすよね、その40、50で独身ですみたいな。でもなんか意外と怒ってる人とか、自分は結婚してたりする人もいたりするので、彼氏とか彼女行っても怒ってたりするんで、なんかそういうことはやっぱ別なんだと思う。それ何に対する怒りなんですか。なんだろう、なんかファンに先に言ってほしかったなとかいうファン心理もあるんだと思う。週刊誌にリークされる前に、その付き合ってますって言ってくれればいいけど、仕事をされたみたいな、寂しかったねみたいな、寂しかったなみたいな人もいました。どういう感覚なんだ。でも今では別になんか自由にやって何の問題もないですっていうので、むしろ早くバレた方が得だったなみたいなことになりません。まあでも 楽は楽ですよね。なんか普通に出歩けるようになって、それをなんか嫌だなって思う人もいることも分かりながらも、結構温かく応援してもらってるので、人間らしい生活を送ってるなって感じが。デートしてる先とかでも、ああ久しぶりじゃねえかな、あー峯岸さんみたいな、デートしてるんですかみたいな声かけられたりとかあるんですか。あ、めちゃくちゃありますね。特に彼の方がすごく目立つので。あ、そうそうそう、目立つ格好してるんですか。髪の毛がオレンジなので。あれプライベートのオレンジなんですか。そりゃそうですよ、いちいちスプレーとかじゃない、もうずっとオレンジ。そんなだって一緒に街歩いてたらだってバレバレじゃないですか。そうですよ。でなんかやっぱりその職業柄、なんかいろんな格好をしたりして歩くので、なんか罰ゲームでこの期間はこういう格好しなきゃいけないみたい なんか縛りがあったりとかして、ほう、なんでなんかブラックジャックの格好しなきゃいけないんだよねって言って、ブラックジャックと2人で歩いたりとか。ブラックジャックでオレンジ色の髪の人とどこ歩くんですか。普通に地元の桜見に行ったりしました。じゃあ花見にそのオレンジ色でブラックジャックの格好してたらって若い子いやいやいやってなるじゃないですか。そうです、めちゃくちゃ人が、はい、集まって、でもなんか喜んでくれますよ。なんかすごい、あ、いいもの見たわ、幸せにみたいな、なんか楽しんでください、お幸せにみたいな感じで言ってくれる方がすごい多い。いや、まあそれは楽しんでくださいってなりますよね。温かく、はい、結構そんなもんなんですね。はい、そうですね。でももしかしたらこれが相手がその職業がまた別の、例えばそれこそアイドルとか、うん、なんかこう人気若手俳優さんとか、まあ はいはいはい、そんな、ね、出会いはないですけど、そういうもしそういう方が彼氏だったらこういうふうにはいかなかったのかなとも思います。あ、そうですか。でも割と女子人気もちゃんとありそうなタイプの人だと思いますけど。あ、そうですね、それはなんか本人の意向として、うん、なんか隠さないっていう感じなのでできてるけど、はいはい、やっぱアイドルとかだったら隠すのがね仕事だと思うんで、またそうはいかなかったのかなって思う。それでもなんか隠さないって言われた時、その峯岸さんとか事務所的にいやいやいや隠しましょうよってならなかったんですか。隠さないってのはその出ちゃった後ですね、その普通にデートとかを本当に顔とか隠さずにするっていうのが、なんかそういう風にずっと生きてきたからそうするみたいな感じで、そうなんです。覚悟がないと髪の毛オレンジ色で生きていけないですよね。そうなのかな。はい、でもほら、そのタレント芸能人ってそのプライベートはその分からないようにするっていうのが可能じゃないですか、うん、でもその YouTuber 的な人ってもうプライベートもバレバレで生きてくって、むしろ芸能人よりきついんじゃないかと思うんですけど、うん、だからそれをすごい楽しそうにやってるというか、それでいいんですって。むしろなんかバレないと悲しいっていうふうに言うタイプの人
人なので。そうなんだ。だからすごい楽しそうにあのファンの方に対応とかをしてて、あ、なんか自分とはその生き方が違うなっていうので、全然ちなんか同じような世界なのに全然違うので、なんか面白いです。だってなんかたまたまちょっと急いでる時とかにいちいち話しかけられたら超めんどくさいじゃないですか。いやでもなんか走りながら写真撮ってあげたりしてますね走りながら、うん、あ、もうじゃあそういう特殊な性格の人だから成立するんですね、うん、転職なんだと思いますね。確かに峯岸さんとか全然知らなかったんだけど、話してみたらやっぱりあの引き出しが多いんだよね。いやあの子面白いでしょ、すっごい。ちょっと俺まだ見れてないけど、俺も峯岸ちゃんのやつ見ようと思ってた、うんうん、で、あのアマゾンでやってるあの千鳥さんがやってるあのなんかドラマとコントを混ぜたようなやつ、うんうん、あります。が、あのそのなんか面白くなかったら一人ずつ減ってくってやつで、でそれ峯岸さん出てて、うん、あのやっぱ面白かったんだよね、うん、あの子面白い、うん、本当に。で芸人じゃない女の子であそこまで面白いことできる人あんまりないからね。うん、YouTuber の方と付き合っているんですよ、それ別に公表してて、うん、はいはい、うんうん、だからなんかその親近感もあるし、それで見るようになったらなんか、あ、彼女面白いなと思った。あ、ごめん、アマゾンじゃネットフリネットフリってすげえ書かれてるコメント、ネットフリックスドークサバイバー、それです、すいません、うん、でも東海オンエアの哲也さんはあのチヤホヤを街でされるのも好きっていう。え、だからほら、うんこちゃんはさ外であの指さされるのはちょっと苦笑いタイプじゃん。いやまあ気まずいって俺、うん、恥ずかしい。でその奥さんもなんかどうリアクションしていいかわからないようになるじゃん。うん、東海オンエア哲也さんは街中で指さされるの大好き。え？っていうタイプなんだって。あのクラスで？そう、あの哲也だって言って横峯岸さんなんだけど、割とシカトされて、お哲也哲也みたいになってる。え？だからすげえカップルだなと思って。マジで？だからやっぱ、あ、そういうの天性なんだろうなって気はした。天性のもんなんだ。だからあの鶴瓶さんとかも多分そのタイプっぽいんだよね。あ、そうなんすか。うん、なんかね、鶴瓶さんってその普通に道で声かけられた人と普通に携帯電話の番号とか交換しちゃうらしくて。ちょっとイカれてない、それそれって普通じゃないじゃん、もうそもはや、うん、だからまあその出会った人一人一人に普通に対応するのね。要はファンだから対応しないとか、うん、要はあの知り合いだったら対応する、テレビ局の偉い人は対応する、でも通行人は対応しないっていう、なんかラインを人は決めるじゃん。うん、で芸能人の前って別に人ってライン切ってないと思うんだよね。話しかけられたら、あ、なんすかっていうし、なんかあの財布落としましたって言われたらどうのもみたいな、うん、だそこでなんか一般人とは話をしないっていうラインを切る瞬間があるんだけど、多分哲也さんとか鶴瓶さんはその瞬間を作ってないまま大きくなっちゃった気がするんだよね。はあ、なるほど ね、 でね、さんまさんもそれらしい。あ、ね、聞きますよね、うん、なんか絶対にサイン断んないし写真も撮ってくれるっていう。うん、え、ひろゆきさんはどうなの。いや、僕は塩対応ですよゴールデンウィークはユニバ以外どこか行きましたか。ユニバーサルスタジオですか。あ、そうです、ゴールデンウィークそれこそ彼氏と行ったんですけど。あとはそう、列とか待ってるんですか。あ、並んだりもしました。え、まあ、でもなんか普通に並ぶんだ。なんか早いパスみたいなのが、この時間ならなんか早いとこ行けますよみたいなやつは買ってたんですけど。それでもなんかちょこちょこ待つことありません、あれ、ファーストパスみたいなのあって。あります、あります、全然待ちましたよ普通に。え、なんかそのそのなんか芸能人的なパワーを使ってなんとかなったりしないもんなんですか。あ、でも多分頼めばなったりするのかもしれないんですけど、まあ、ゴールデンウィーク中だったし、まあこのチケットで行けるからみたいな感じでちゃんと普通に行きましたね。え、でもだってなんか周りは浮かれてる人たちとかがいて、いやいやいや峯岸みなみじゃねみたいになんかならないですか。かぶり物しました。だから髪の毛とかも隠して、はいはいはい、マスクもしてるんで、だいぶあの頭が隠れると結構バレなかったですね。あ、そういうもんなんですね、はい、あ、そっか、じゃあオレンジの髪の色さえ分かんなきゃなんとかなるんだそう、それはすごい大きかったと思います。あと京都行ったりもしました。え、じゃあ一日中なんかかぶり物つけて遊園地で遊んでたんですか。そうです、そうです、そうです。それもそれでなんか微妙なデートですけど、でも結構行くとみんなかぶってるじゃないですか、テーマパーク。街中ではそんな人いないけど、テーマパークみんな帽子かぶってるの、全然逆に浮かずに行けました。そうなんですか。え、ユニバーサルスタジオって、はい、僕アメリカ、その、あ、大阪で行ったことないですけど、みんな被り物かぶってるんですか。え、結構、まあ、カチューシャの人がいたり帽子の人がいたり様々ですけど、結構な高確率でヘアアクセつけてますよ、みんな。あ、そうなんですね。なんか日本のディズニーランドでは見るんですけど、他ではそんなに見ないので。で、ユニバーサルスタジオ、アメリカでそんな被り物してる人ほとんどいなかったんですけど。本当ですか。
結構そうなんだ、可愛いのいっぱい出て、みんな被ってました。でもデートがゴールデンウィークじゃなくても休み取れるだろうっていう時になんでそんな混む時に行くんですか？なんかたまたまゴールデンウィークが休みで本当にたまたまあってユニバからの、京都行って熱海も行ってなんかすごい満喫しました。すげえ普通の日本の人の休暇みたいな日本の若者の、はい、休暇を楽しみました。それどっちが言い出すんですか、ユニバ行こうぜみたいな。ユニバは彼が好きですね、多分彼が好き で友達とかもみんなで行くけど行くみたいな感じで。ほう、へえ。熱海で彼女とデートしていたところ、偶然峯岸さんカップルに遭遇しました。お二人ともとても優しい対応してくださり本当に嬉しかったです。応援していたお二人の相手一生分の運を使った気がしています。生配信されていたのでお礼が言いたくてコメントしました。末永くお幸せにいてください。ありがとうございます。あ、じゃあ割となんかちゃんと優しい対応をお二人ともしてるんですね。あ、そうですね、結構普通に写真撮ったりとかしてますね。でもなんかデートでイチャイチャしたいのにお前らの写真の時間じゃねえんだよみたいな。いやいやいや、やっぱりその時にこうやって例えば対応してそしたらそれずっと心に残るじゃないですか。このコメント見ても分かるように、あ、やってよかったなというか、はい、彼の方針もそうなので、なんか自分が好きな人にやられたいことをやるっていうふうによく言ってるので、なんかそこはいいなと思って一緒に真似してます。でも時間は有限じゃないですか。あ、でもその使った時間がずっと私たちを応援してくれてることにつながったら有効に使えてるなと思いますね。ほう、なんかほらせっかく熱海に行って熱海に1日しか入れないのに、なんか写真撮られて終わっちゃったじゃんみたいにならないですか？あ、だからあまりにも大混雑するような場所だったら今日はお断りしてるんですみたいな感じで一律断っちゃう時もあるんですけど、はい、熱海はそんな感じじゃなかったので写真撮らせてもらいました。交際が話題になっていて羨ましいですし、結婚間近かなどとヤフーニュースに今日出ていましたが、YouTuber ならではのエピソードってありますか？まあでもオレンジ色の髪で外歩いてるとか完全にならではですよね。ならではですよね。あとその、服装が変わったりとか。なんかそのもうちょっとなんか地味な普通な人と付き合った方が人生楽じゃないですか？まあ正直言ってしまうんですけど、大変じゃないですか、そんなオレンジ色の髪の人とずっと一緒にデートしてたら。なんかオレンジ色の髪っていうことに別にすごいなんかあんまり思わなかったのはなんでなんだろう、全然気にならなかったんですよね、別に髪の毛の色は特に。なんかもう有名な場所とかデートに行くたびにもうなんか人が来ちゃってもうデートどころじゃなくなっちゃうじゃないですか。うん、あ、でもすごいファンの方のいいですよ、マナーがすごく全然ちょっと遠くから応援してますみたいな感じの方がすごい多いんで。あ、そうなんですね。はい、YouTuber ならではの、あ、なんか、そうだな、動画の企画とかで例えば、この期間これしか食べられないとかっていうのがはいはいはい、すごいあったりするので、なんかごめんご飯食べれないわみたいなのが普通はないよなみたいな、めんどくせえなみたいな、なんか大変だねみたいな感じでありますね。そうだって、なんかほら表向き言ってることを別にちゃんと守らなくても誰も困らないじゃないですか、うんうん、はい、でも裏でもちゃんと守るんですね。そうですね、本当に守ってますね。律儀なんですねでも その信頼でやってるんだなと思いました。彼氏と YouTube 投稿する予定ありますか、うん、カップルチャンネル的なっていう。ああ、いやいやいや、考えてないですね。チャンネルは厳しいですよね、今日の対談内容のまとめです。彼氏がいるアイドルは長期的に見たらさっさと発表した方がいいかもしれません。でも引退したならともかく、彼氏がいる現役アイドルって人気出るのかな。正直言って峯岸さんは面白いです。やはり人気があっただけのことはあるんですね。東海オンエアの哲也さんはプライベートでもきちんと反対をしてくれます。僕は塩対応です。峯岸さんと哲也さんのカップルチャンネルはやらないんです。てかいろいろ契約とかってできないです。面白かったら SNS などでシェアしていただけたら幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。